皆さんこんにちは、広瀬ゴンザレスです。本日はまた新商品のソフトカードのご紹介です。今回新商品として出たのはソフトカーゴのマルチボックスとソフトカーゴの22リットル、ソフトカーゴの30リットル、こちらの3サイズになります。でそれぞれもう先にソフトカーゴの50リットルがありましたので、内容としては基本的には同じ。この仕切りがいっぱいついてて、この仕切りが移動できますという内容になってます。こちらもなんでランタンとか割れやすいものなんかをソフトカーゴに入れるっていうのはいいのかなと思います。でこちらのマルチボックスなんですけども、マルチボックスは一番仕切りがいっぱいついてますので、こちらのマルチボックスはイメージは、調味料だったり、横倒ししたくないもの、割れてほしくないもの、散らかってほしくないものなんかを入れてもらうのがいいのかなと思います。でこれそれぞれマルチボックス、ソフトカーゴなんですけど、ソフトカーゴはそれぞれの大きさが、スタッキングトランクカーゴにちょうど入るように設計してあります。例えばソフトカーゴの22リットルはスタッキングトランクカーゴの22リットルにちょうど入るように設計しております。でマルチボックスも実は高さをちょうど2個入るように設計してあるのと、こちら実はここにもこれを縦にして2個入るようにもなっております。これが22リットルで、次が30リットルが同じくソフトカーゴの30がちょうど入るようになってます。さてここからがもう一つの特徴で、スタッキングトランクカーゴの50リットルがあるんですけども、こちらのトランクカーゴにどれをどう組み合わせたら合うのかというのをお見せします。もともとあったソフトカーゴの50リットルはもちろんシンデレラフィットなんですけども、新しく出た30と22を組み合わせていただくと、これがちょうど入るようになってます。で22が入るということは、こちらのマルチボックスがちょうどまたこれも2個入る設計になってます。先ほどお見せした縦にも2個入る設計になってます。はい、これが50で、最後に一番大きい70リットルのトランクカーゴです。こちらのトランクカーゴはソフトカーゴの50とソフトカーゴの22がちょうど入る設計になってます。で22が入るので同じくマルチボックスの2個入る設計になってます。はい、それぞれのお値段をご紹介します。まずマルチボックスですが、こちらが6600円で、ソフトカーゴの22、こちらが7700円で、最後に30が8800円になってます。はい、皆さんよろしくお願いします。